トスフューチャーズ、トスフューチャーズ、トス、フューチャーズ、トスフューチャーズは、かつて存在した、サッカークラブ、佐賀県トス市をホームタウンとしていた。1987年、PJM ジャパン、東京都品川区が、静岡県浜松市において、PJM フューチャーズを創設した。サナルコの近くに、自前のサッカー場である PJM サナルコサッカー場を、開設し、 同年8月29日、読売サッカークラブを迎えてのコケラ落としの試合が開催された。チームは、静岡県西部3部リーグからスタートし、森下人志、ウーゴマラドーナラの活躍で順調に昇格。発足から91連勝で1992年に、東海社会人、サッカーリーグで優勝して、1993年から、ジャパンフットボールリーグ2部に昇格。 この年は、元アルゼンチン代表のセルヒオ・バティスタが加入し、準優勝。1993年9月28日、J リーグ巡回員を申請。また、PJM ジャパン社長の有田平の出身地であった佐賀県に本拠移転を打診していると報じられた。審査で、運営会社の経営基盤、またホームスタジアムの整備の問題などから、11月の理事会、 実行委員会では巡回委員承認を保留された。1994年2月、運営会社として、フューチャーズフットボールクラブ株式会社を設立。同年3月、日本サッカー協会において、佐賀県鳥栖市への移転が承認された。ホーム戦は、佐賀県総合運動場陸上競技場や小郡市陸上競技場で開催された。同年8月17日、 J リーグ理事会において J リーグ巡回員として承認された。ただし、当時は巡回員チームも参加可能だった。同年の J リーグカップ J サテライトリーグへは参加できなかった。同年9月24日、トスフューチャーズにチーム名を変更するとともに、運営会社の称号株式会社さがスポーツクラブに変更した。同年オフ、ウーゴマラドーなら5選手が、 福岡ブルックスに移籍した。1995年、元日本代表 GK の松永成立や、元カメルーン代表首相のステファン・トタ,タウなどが加入した。1996年も、ホルヘルイス・デリー・バルデスラ選手の大量補強が行われ、6月16日のトス・スタジアムのオープニングマッチには2686人が入場。また、同年の総入場者数は、 リーグ1位の125,612人であった。しかし、成績は3年連続4位にとどまり、J リーグ昇格は叶なわなかった。1996年11月27日、筆頭株主の PJM ジャパンが運営から撤退し、PJM 創業者で運営会社の社長であった有田平が社長を退任ると発表された。1997年1月31日、 10億4、300万円の負債を抱えた株式会社佐賀スポーツクラブは臨時株主総会を開いて解散を決議した。同年2月1日、J リーグ臨時実行委員会は都政府の巡回委員資格を取り消した。同年12月24日、申請していた特別生産が不認可となり、1998年1月29日、佐賀地方裁判所によって、 破産宣告及び破産廃止が決定された平成十年、府第三十五号。PJM 撤退後、チーム存続を求める五万人を超える署名があったことなどを受け、九百九十七年二月一日、J リーグ臨時実行委員会は、土数 F のジャパンフットボールリーグ残留と同年のナビスコカップ参加を決し、同年二月四日、佐賀県サッカー協会などが任意団体、 サガン・トスを創設し、トス F の権利を引き継いだ。サガンは1998年に法人化し、1999年から J リーグに加盟した。1990年9月、PJM フューチャーズが、協会にプロリーグ入りを要請しに行ったところ、ディエゴ・マラドーナを連れてきたら、考えなくもないと言われ、監督のクワハラ・はイタリアまで行き、本人と、 自家判まで持ち込んだ。マラドーナ本人もイタリア生活に疲れていた上に、1990フィーファワールドカップでアルゼンチンがイタリアを下したためにバングにあっており、日本でプレーするという現地まで取るが、マラドーナの麻薬スキャンダルが発覚し、マラドーナの J リーグ入りはならなかった。高校生のユースや、中学生のジュニアユースなどの他に、大学生や、 社会人を対象とした実質的なサテライト2軍の組織として、フューチャーズジュニオールチームを結成しており、浜松時代には菅沢大河が在籍していた。なお、トスに移転後は、九州サッカーリーグ入りを目標に、佐賀県社会人、サッカーリーグに参戦していた。トス移転後にトップチーム昇格を果たしたのは96年の平田康彦のみだが、 沢村君康などが選手として在籍していた。トップチームの解散とともに、これら下部組織も解散し、古川隆などユースの一部選手はサガン鳥スの下部組織に移籍したほか、大部分は新たに結成されたクラブチーム、バレンティア FC に属した。現在、J リーグに加盟するサガン鳥ス、サガンはフューチャーズが持っていた。 参加資格を引き継いで QJFL に参戦したため、フューチャーズを、サガンの実質的な前進とみなすことはできる。新聞やテレビでもフューチャーズを、現在のサガンと栖の前進と表記、紹介することがしばしば見受けられる。ただし、サガンが設立されたのはあくまでもフューチャーズが、解散された後であり、組織として、フューチャーズとサガンの間に直接的な連続性はない。 J リーグのクラブ情報でも、サガンの創設年は、フューチャーズ創設年の1987年ではなく1997年となっている。サガンの通算成績に、フューチャーズ時代のものは含まれていないが、天皇杯 JF 全日本サッカー選手権大会の出場回数のみ、フューチャーズ時代との合計となっている。ただし、天皇杯パンフレットでのサガンとすメンバーリストでは、 フューチャーズからサガンに参加した選手の全登録チーム欄はトスフューチャーズと記載されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。